どうもハピネスダークのハピネスです。うい、今回はですね、近接武器と、プライマリ武器の両立という話でね、進めたソーティー攻略になります。っていうのも、武装から紹介するか。武装はプライマリは、クバクワルタックってやつですね。まあ、相当強いですこいつも。で、あとはクバスレッチ、みんな大好きクバスレッチ、こいつも相当強いです。まあクバ武器なんでねまあこれを使っての攻略になるんですけれども、クバクワルタックの方には、プライマリデクスタリティっていうね、近接スキルをするとプライマリの、火力が伸びますよっていうやつね。まあアーセナル再編成実装前はこれどういうことっていうふうに、まあ疑問視されてたアルケインの一つでもあるんですけれども、まあ要するにこういう感じです。今映像にもある通り、近接武器で攻めた後にそっから、まあ、遠くに離れてる敵とか射撃武器で攻めた方がいいような敵に対して、まあ利点を働かせるということができるっていう感じですね。でさらにその近接武器が強いと、もう常にアルケイン発動状態みたいな感じで使えるわけですよ。でちなみに今回ね、雑魚をちょっとこう相手にしながら、まあその展開戦にね、あのわらわら敵が寄ってきたりだとか、その辺にいたりだとかっていうのが多かったんで、まあ、近接でキルしながら、でこっちに寄ってきそうなやつをプライマリで迎撃っていうスタイルをできるようにしてますね。でちょっとね、俺この時疲れててこれちょっとね、動きがゆっくりなんですよ。そう、そこはねちょっとあのご了承いただきたいんですけど、まあ言うてカットしてるんであれなんですけれども、で疲れてんのに4つ目に入ってるっていうね、この男の子はまあそんな感じです。でまあ敵をね、撃破するのはどっちでもいいっていう感じです。まあ要するにその近接武器とプライマリの属性をね、こう分けておけば、その勢力に一つ取っても、あの何々が弱点、何々が弱点って、例えばボンバードとね、ヘビーガンナの弱点が異なるように、まあそういう使い分けもできたりするんで、まあそういう感じもありかなと。でこれね、アビリティたくさん余ってるんでね、そのレベナントの4番のアビリティでの戦闘の選択肢もありますよみたいな感じで、もう幅広くプライマリ、近接武器、アビリティ、もう全てを兼ね備えたお前らに勝ち目はねえっていうスタイルで、まあ攻略みたいな、そんな感じですレベナントの4番クソ強いんでね。で最後のボスが、こいつだったんですよ。サーガスラックだったんで、まあこの体勢で戦ってた感じなんですよね。まあ、要するにこんだけレベル100の雑魚がわら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 そこら辺にいるので、まあ近接武器で倒す方が早いんですよ。まあ着弾爆破とかね、そういうの持ってるプライマリはまた別な話ですけれども、まあこういうね、局所的に狙うようなプライマリの場合はこっちの方がかなり得しますよね。でクバスレッジも強いので、まあそれで敵に倒してプライマリデクスタリティ発動させて、その発動した状態をサーガスラックに当てるっていうプランです。まあもちろん相手の弱点属性もついてね、まあ別にクバクワルタックである意味は何でもないんですけれども、なんとなくこいつとクバスレッジ持ってたらかっけえって、それだけの理由なんで、まあ別にそれはね、人それぞれ何でもいいと思うんですけれども、こういう使い方があるわけですよ。まあだから言うたら、もっと火力求めるんだったらスナイパーライフルとかでもいいのかな。まあ場合によっちゃね、もうそこで殺せると思います、サーガスラックとかね。だから雑魚がいることを不利に捉えるんじゃなくて、こっちの利点に捉えてしまうという考え方です、これは。戦いはね、まあもちろんレベナントはね、その2番メスマスキン貼ってるんで、そのダメージ無効とかもできますよっていう前提でね、完全網羅された状態で攻めてますけれども、もちろんレベナントじゃなくてもいけると思います。ちょっと苦労するかもしれないけど、物のフレームによってはね。まあずっとあとはもう本当に常にそのアルケインのバフの状態見て、近接キルであいつに攻撃、サーガスラックを殺すために攻撃とか、もうその繰り返しなんで、もう本当に分かりやすく、その深いこと考えずに攻められるっていうスタイルでもあるんですよね。なので一つおすすめだったりしますね。でさらに俺はこれ、あのディスペンサリーで、あのヘルスとエネルギーを常に供給するスタイルで言ってたので、エネルギー減少が来てもたとえ大丈夫みたいなもう完全にあのお前らに勝ち目はねえがテーマの戦いをしてたわけです。はい、まあちょっとね、あのステージによってね、すぐにハッキングできるね、ヘルミンズの力を借りたりだとか、まあそういうのちょっといろいろありますけれども、まあステージに合ったアビリティも選べるし、さらにね、武器はもうすでに、敵を倒せることが担保取られているので、それを適用させてね、一気に攻略を進めていくっていう、まあ安定感ある戦い方もできるという感じです。まあ特に近接プライマリっていう順番が決まってたりするので、まあそういうね、単純明快な、スタイルがお好みの方はね、こういった、デクスタリティ的な感じが、合うんじゃないかなと思います。いや今一瞬デクスタリティで名前合ってるよなっつって、俺さ読み方が違うのはさよく指摘されるんだけど、さすがにあれカタカナだから間違えるわけにいかねえなと思って
はい、まあそんな感じです。ちょっとね、プライム度計入ってますけれども、通常版でも大丈夫です。はい、こんな感じですね、この内容になってます。コンポ時間も長めに取られるんでいいですね。ハピニュースダークなハピニュースでした。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画面白かった、参考になったという方はぜひ評価ボタンや感想コメントよろしくお願いいたします。またね、こういった、価値ある情報、価値あればいいなと思うけどもそういった情報もね発信していきますので、チャンネル登録さんもよろしくお願いいたします。またね、バイバイ。